曲は小田和正さんの、前ハニーさんがめちゃくちゃ大好きな曲、うん、言葉と心。これ言葉と心っていうタイトル知ってました？あのね、タイトルはねよく分かってなかった、はい、どうしてこの曲を知っていたかどうぞ。渡辺篤さんの、うん、あのおうち探訪っていう、ね、建物探訪っていうテレビ番組が、ね、あってね、 うち我が家にもテレビはもう何年か前にもう、まあ、持ってないんですけど、その建物テレビ持ってる時に唯一あの大好きだった、そうチェックして、ね、そう、あの お家を紹介するって番組ね、やっぱもうリビングルームこの環境がねやっぱり好きじゃないですか、住環境みたいなのね、ハニーさん大好きな番組のオープニングとテーマのということですね。これ、はい、これがですね、あの小田和正さんの原曲のタイトルめちゃ長いのよ、 Between the Word and the Heart、 言葉と心、こういう曲でもいい曲なんですよね。で今回はね、夫婦でセッションということですが、はい、2人でハモっております、うん、で、ハニーさんは8ビートとルンルンビートが混ざったシャッフルのビートで、僕はシャッフルの晴れたリズムでアルペジオ。これ難しいよ、ね、これちょっと難しいんですよ、接続するのが難しい、そう、これをね、なでらかにやったということでございます。はい、はい、夫婦でセッションというのをね、たまに1ヶ月に2回とか3回ぐらいたまにやってるのが ね、もうシリーズでやっております、皆さんおなじみだと思うんですけど、夫婦でセッション今までやったらもう、ね、結構3、40曲やってると思うんでね、再生リストちょっとここに貼っとこうと思うんで、他にもね、夫婦でセッションだと普段ガズレレでは見られない、あの、アンサンブルがちょっと面白いなということで、1人でやるのもいいけど、2人でやるのもいいかなということで、やってる、ちょっとね、ちょっと見てみても、皆さんのね、あの、夫婦とかご家族とか、友達とか仲間とかでやるとご参考になるといいかなというふうに思います。はい。でちょっと遅くなりましたけど、ウクレレでめちゃ簡単で楽しいんですよ、本当に。今ご覧くださってるガズレレのやり方でやったらびっくりするぐらいすぐできますからね。はい、今からウクレレ始めたいなと思ったら、ここにリンク貼っとくよ、ここのリンク先からウクレレどんどん楽しく始めていきましょうということでございますがね、まあそういったことで2人で今日セッションしてるんだけど、実はですね、昨日ね、2022年の4月2日にね、あのガズレレ桜祭りっていうのを開催しましてですね、そうだね、2人でもセッションしまくったからさ、うん、2日連続になっちゃったんですけど、まあ夫婦でセッションの動画はちょっと久しぶりだったんだよね、実はね、めちゃめちゃ久しぶり、そうなんで、ね、ちょっとやっとこうかっていうことで、はい、全然桜に関係ない曲をあえて選んでみましたということで、はい、まあね、2人でね、こうゆるーくやるね、これすごいいいよね、いい、桜昨日パッとったから
そう、桜はもう昨日のちょっと動画見てください。めちゃくちゃ結構セッションしたような結果なんだかんだね。そうそうそう、うん、ってこともありますんで、はい、昨日セッションはちょっとここに貼っときますわ、うん、一応ねガゼレール動画の中にあると思うんですけど、はい、そういうわけでもちろんこの Between and the World and the Heart、 言葉と心、小田和正さんの曲ですけど、ガゼレール YouTube でレッスン動画ももちろん取り上げております。はい、リンクまたここにあってますけど、うん、もし興味あったらこれやってみてください。これね、なかなかいい曲で、うん、で原曲キーなんですよね、これ。そうだね、はい、なんでそれもまたいいかなというふうに思います、うん、ぜひね、このちょっと跳ねてるリズムがね、これがまた気持ち心地がいいんですよ。はい、2人でセッションやっても気持ちよかったんだけど、うん、まあ、細かいところでコードがね、なんか G シャープの人が出てくるとね、そうね、ちょっとね、ちょっと合わせちゃうかなってやってみましたということなんですけど、はい、皆さんいよいよもう4月にも突入しましてですね、うん、新しい年度始まりましたね、はい、ガズレレもですね、もうモリモリやっていくんですけど、うん、まあ、ガズレレってね、2013年に多分ね第1回目のレッスンが行われたんですよ、うん、あの第1回目のレッスンというか友達だけですけどね、うん、それで初めてねウクレレの教室というかを開いたっていうことで、来年になると10周年になるんですけど、今年だから最後 9年目に突入ってことだと思うんだよね。ガズレレが始まってからよ。すごいですよね。まあまあまあ、そんな感慨深いなと思って、5月とか4月になるとその、うん、まあ、新しいこと始まるしね、ライフスタイルも変わった方多いと思うんですけどね、まあウクレレ、音楽がある日常生活、自分で奏でる音楽も聴くのもいいけどね、やっぱやる方が最高ですから、うん、どんどんやってもらいたいなというふうに思います、はい、引き続きねガゼレレ YouTube チャンネル、チェックの方をお願いします。あと夫婦2人でやってるガズピアの YouTube チャンネル、これも結構伸びてきて、今昨日ねチャンネル登録1800人だったの。そうそう、1800人チャンネル登録になりました。もしまだの方、ちょっとガズピアのねチャンネル登録とかしていただいてですね、こっちもめちゃくちゃ楽しいですから、鍵盤楽器、はい、まあまあ、あっちからこっちから楽しく音楽を始める人を、ね、増やしていきたいなというふうに、まあ、思っています、うん、やっぱ自分で奏でる音楽のこの豊かさ、一回しちゃったらですね、もう手放せなくなりますよ、皆さん。はい。そんなわけで引き続き、これからも、ガズレレ、ガズピアノ、もろもろ、いろいろやってます。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。